こんにちは、弁護士の谷川です。本日はですね、スシローで、少年が湯飲みだとかですね、醤油ボトルをペロペロしてまして、それを動画に拡散されてしまったというところで、スシロー側がですね、少年に対してですね、6700万の賠償を求める裁判をしたことがニュースになりましたけれども、その点について解説していきたいと思います。まあ、6700万というところで、スシロー側は全体の損害が9300万円あるというところを主張しているんですけれども、この損害額自体がどのように立証されていくのかなというのは一つ注目するところなんですけれども、本日はね、まあ、そういう議論とは別にですね、子供が不法行為をしてしまったらその責任は親が負うの？教えて谷川先生。ではですね、親御さんが責任を負うのかというところなんですけれども、一般的社会的な感覚からすると、もしかしたら子供のしたことなんだから親も責任持って当たり前だろうと思われるかもしれないんですけれども、法律的には実はそういうわけではないんですよね。むしろ個人のやったことは本来個人が責任を取るべきでしょうという考え方が貫かれてますので、親、他の人、第三者、子供も含めてね、第三者がしたことに対して、他の他の方が責任を持つというのは、まあ、基本的には特別なことになってきます。ただその道徳的というかね、筋というところからすると親も責任を持つべきだということはよくわかるんですけれども、そこについて、法律がどうなっているのか、またまず見ていきたいと思います。ちょっと見ます。法律どうなっているのかというところなんですけど、民法714条というものがありましてですね、民法714条少し読み上げますけれども、全2条の規定、全2条というのは、責任があるかどうか、責任の能力がどのようなものかというものが書かれたものなんですけれども、全2条の規定により、責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うということが記載されてまして、これはどういうことかというとですね、子供にまだ責任能力というものが備わってない時に、子供が第三者に危害を加えた時には、親がその責任を負いなさいねと、子供に代わって親が賠償しなさいねという規定になっています。で、この責任能力というのは何歳ぐらいで持つのかというのは一つ議論にあるところなんですけども、おおむねだいたい12か13歳ぐらいまでには持つんだろうと。なので、中学生に上がった、中学生2年生3年生になった頃には責任能力があるんじゃないのかというふうには一般的には考えられています。ただその行為の難しさとかですね、そのお子さんの特性によっても少し異なってくるので、もうきっちり何歳というわけではないんですけども、ね、では今回スシローの事件なんですけれども、まあ、高校生の方がされたと。で、今話したが、民法の規定では責任無能力の時に親が責任を負うんだということであれば、法律上おかしいじゃないか、どうなってるんだというふうに疑問を持たれた方がいらっしゃるかもしれないですけども、実はここはですね、民法714条というものではなくてですね、これまでの最高裁判例等によってですね、親自身が責任を負う場合がある。子供に責任能力があったとしても、親自身に責任があると、監督責任があるというふうに認めている最高裁判例があります。どういうものかというとですね、有名なものでですね、最高裁昭和49年3月22日判決というものがあるんですけれども、そこで最高裁はこのように言ってます。未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときには、監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立するものと解されるというふうに言ってるんですね。これはどういうことかというと、714条というものはですね、子供が何か悪いことをしてしまったと、で、それの代わりに親御さんが責任を負うというところなんですけれども、この最高裁判例で言っているものではですね、親御さんがしっかり監督して、お子さんにそのような行為をさせないようにする義務があったと。その監督する義務、それ自体を親御さんが持っているのに、それを果たさなかったということで、親御さん自身そのものに責任を課すということになっています。
ただですね、どんな時でも子供が何か第三者に損害を与えたらですね、親御さんが責任を持たないのかというわけではなくてですね、まあ、しっかり監督ができていたかというところが一番重要になっていて、もっと言うと、監督をすることが予見ができて、その結果を回避することができたのにできなかったという場合に、親御さんが責任を持つことになります。ではですね、どういう場合に親御さんに責任を負わされたものがあるのかというのを少し紹介していきたいと思うんですけれども、これまでいろいろ裁判になっているんですけど、例えばバイク事故だとか車での事故だとか、そういう場合に不適切な車の乗り方をしていたとか管理をしていたとか、もっと言うと非行に走って、夜通し車で走った後に事故をしてしまった、非常に不幸な事例としてはですね、本当に夜通し遊び倒してですね、朝方車を運転した時にですね、小学生の列に突っ込んでしまって、多くのお子様を死傷させてしまったという時に親に責任が認められていたりとかですね、暴走行為をした少年に対してそこに対してしっかり注意をしなかったというところに責任が認められていたりします。またですね、そういう自動車事故だけではなくてですね、非常に重いものからすると傷害事件だとか強盗事件だとか、もっと言うと殺人事件等の時にも親御さんに責任を負わされたりですね、そういう重いものだけではなくて、最近ではいじめがあったと、でいじめがあることに対して、少し認識していたのに止めなかったとかですね、あとは手元にあるものではですね、令和2年3月25日の判決なんですけれども、子供がですね、同級生の、高校生のお子様なんですけれども、同級生のですね、わいせつな画像を、性交渉している画像を持っていたと。それを友達に、同級生の友達に拡散してしまったという事例で、それに対して親御さんの責任を認められているものとかがあります。どういった場合にですね、親御さんに責任が認められるかという、完璧なバシッとした基準はないんですけれども、おおむね、一つはですね、お子さんの年齢。次に、どういう生活をしていたのかとか、どういう教育をしていたのか、しつけができたのか。で、また大事なのは、親御さんがそういうことを予見できたのかとか、いうところが重要な要素になってくるんですけれども、具体的な状況を加味してですね、親御さんに責任があるかないかというところが決められてきます。で、昨今はですね、今携帯でですね、同級生に拡散してしまったというところを少し紹介しましたけれども、闇バイトとかいうところも問題になってきたりですね、今回のスシローの件もですね、 SNS で拡散されているというところなんですけれども、親がですね、この SNS だとか LINE だとか子供がやって、どういう使い方をしているんだとか、ネットリテラシーがどういうものがあるんだとか、犯罪に巻き込まれた時に犯罪を行ってしまったらどういうことになるのかとか、もしかしたら闇バイトの連絡が来ても絶対応じてはいけない、もしくはそういうことを認識してしまったらすぐ断ち切るとかいうところをしないといけないというところが、親がですね、気づいたらですね、そういうところをやめさせなければいけないと。子供がもうどうしても反抗してできなかったというのは結果論かもしれないんですけれども、そこを気づいたらもうしっかりやめさせなければならない。それは親の監督責任としてやらなければならないというところなので、やはり親というのは非常に重い責任があるんじゃないかというところを、この事件を通して改めて考えさせられました。ただ、今のね、親御さんも責任が認められるかというのはですね、この SNS がもう若者にも、お子様にもですね、非常に広がっているという状況でですね、非常に関心高いんじゃないかなと思いますので、皆さんこういうところにも注意してですね、ニュースを見ていかれたらいいなと思います。本日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。